はい、良い子のみんな、お相撲は親王朝のお兄さんヘビリンザマサよチェックというわけでございまして、改めまして大人の皆様おこんにちはのヘビリンザマサよおこんにちはというわけでございまして、ヘビ蔵のお待ち遠様大相撲今日の親王朝この糖尿インポ野郎どもチキショー親王朝ばっかりやりやがってというわけで、そういうこと言ってはいけませんというわけでございましてですね、令和5年大相撲を初場所の2日目が終わってしまいましたと、さあ敦貴はどうしたらいいのというわけでございまして、さあラジオ配信でございます。お客様よろしいざますかね。まあなんだかよくわかりませんけども、やってるざますはね。さあそういうわけでございまして、お客様のお耳とお目目をちょっと拝借するざますはね、よろしいざます、準備よろしいざます、まあいろんなお話してみましょうねというわけでございます。まあ明日と3日目のお話もちょっとね、ちょっと先行的にね話をしてみましょうね。さあそれでは番組スタートです、よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございまして、改めましておこんにちはのヘビリンザーマスワよというわけでございます。さあ今日はね、一体何があったのというわけでございますね。大相撲のね、令和5年のね、あのアレザーマスワね、初場所が始まりましたというわけでございまして、今日の2日目をちょっと振り返ってみますとですね、この4番があったね、あの水戸龍君と東龍君ありましたね。一体どうなりました、どうなりましたね。勝ったり負けたりということで、ね、外してみたり当ててみたりというわけでございまして、まあなんかね、あのモンキーちゃんとね、ヤクルトちゃんが坂入県でね、もしかしたらヤクルトちゃんお金で買ったんじゃないのって、やっぱりあれだ、買わない前にね、あのモンキーちゃん勝っちゃったってことで、やっぱり先輩に勝たしたということで、まあ先場所ね、あのヤクルト君12番勝って頑張りましたけども、やっぱり借りた分は返さなきゃいけないというわけでございましたね。ヘビリン外しちゃってごめんなさっせというわけでございました。申し訳ございません、ザーマシタはね。それとあの何ですか、この佐渡ヶ岳のブサイクちゃんとおいっこちゃんがやってる、やっぱりおじさんのお金がやっぱり効果的だったザーマスはね。あとあのこの SM 仲間のヘズマちゃん勝ちましたザーマスはねというわけでございます。まあヘビリンのことはね、あの大まか当たってましたけども、肝心なところ外しちゃってごめんなさいというわけでございます。私はオカマではありません。さあそれではですね、明日のね、3日目のですね、幕の内の何ですか、割ですか、20番あります。ちょっと お話ししときましょうね。はい、いきますよ。宝富士に東龍、一山本に千代丸、水戸龍に、琴恵光、琴勝峰に剣翔、沖の海に栃ノ心、千代翔馬に輝き、平戸海に遠藤、隆の勝に碧山、王鵬に浦、咲ちゃんにおげいちゃん、ね、ここまでが前半です。後半に入ります。竜電君に佐田の海、錦富士に北斗富士、錦木に緑富士、霧馬山に若元春、明生に阿炎、JA ちゃんにおいっこちゃん、若隆景に、翔猿、琴ノ若に正代、高安に玉鷲、そして結びの一番が大栄翔にヤクルト君というわけになっております。そこでですね、明日3日目の、はい、何ですか、東西5番張り相撲賭博のね、見ておきましょうね。宝富士君と、東龍、これはね、あのテルピーのね、借りたお星がぐるぐる回ってモンゴル五樹海ということでね、東龍君が勝っちゃうんじゃないのというふうになっています。そしてね、おっきょっぽちゃんと、剣翔君、これ埼玉栄高校ですかね、先輩に勝たせるということで剣翔君、阿鼻子君が勝っちゃいます。そして霧馬山君と若元春君は打ち返しという形で、これはですね、霧馬山くんが勝っちゃう話になってるんですね。そして JA ちゃんとおいっこちゃん、これね、おじさまお金が出ていますんでね、ここはおいっこちゃんが勝っちゃうよと。そして大栄くんとヤクルトくんは、これも山田監督、山田監督というわけでございまして、やっぱここはお金を出して勝っているというわけでございます。やっぱり人がいいとね、やっぱり特に何ですか、同じ学校出身でね、先輩後輩相通ずということでございますし、まあね、監督の言うことは聞かないといけませんね。やっぱ恩師に対してね、生意気を言ってはいけないザーマスはよというわけでございます。よろしいザーマスはね。そしてですね、まあ、お相撲よもやま話ということでございまして、さあ今日は何がありましたかというとですね、これ3段目の今日ね、ヘビリーね、ちょっとねお相撲見に行ってたんザーマス、実を言うと
国技館にちょっとねお邪魔してたんざますわよ。そしたらね、あのなんか3段目の方でね、なんかすごい出羽のなんとかっていうのとね、伊藤というね力士がやってました。3段目のねお相撲さん。そしたらね、なんか首かなんか頸椎かなんか打ったのかな、そうしましたらね、あの失神、脳震盪、いや失神起こしちゃったのかな、それでね、あのちょっと意識がなくなっちゃいましてね、担架で運ばれてました。でもね、相も変わらずバカ相撲協会のバカ親方たち何の手当てもしないで、相変わらず乗ったら食ったら乗ったら食ったらやってました。全然お医者さんも来ない、ドクターも来ないよね。ですから、あのボクシングやプロレスのね、あのリングドクターじゃありませんけども、土俵ドクターが未だにいないというね、もうノロノロやってたざます。あの証拠のね、映像はヘビリに撮っておきました。あの席の方でね、動画を回して、アップさせていただきましたんでね、ちょっとご覧遊ばせ、あれを見てお客様いかが思われますかということでございます。あとですね、今日もこれもちょっと確認しておきましょうか、成績評価曲線ね、成績評価曲線、まあ大した動きになっていません。まだ今日はね、今日はまだ大した動きになっていませんからね、この辺見ておきましょう。ですね、今日は、2日目が終わりましたんでね、2勝の人と1勝の人と0勝の人、3パターンに分かれます。2勝の人が12人、1勝の人が14人、0勝の者が13人いましてですね、このような評価曲線になっています。12人、14人、13人。まだこれでね、どうこう言うわけではありませんけども、やはり、1勝1敗の者が14人いたということで、昨日ですね、昨日あの星をね合わせる、星合わせというお話をさせていただきました。今場所は、テルピーがお休みしていますんでね、あの幕の内が39人います。39人いる中で、はい、26人がですね、あのなんざますの2勝と1勝してるわけざますわね。よろしいざます。そうしますとですね、全体の 66% がボーダーラインっていうかな、ピーキング、キープしているピーキングゾーンのところにいるということ、 66% のものがもうすでに勝ち星を上げているということです。よろしいざますか。特にですね、この形で見ていくと、1勝を上げている1勝1敗のもの、ね、勝率5割以上のものが 66% いるという事実を確認してください。よろしいですか。普通であれば、5割勝っているというものはですね、お相撲のルールであれば2人でやってるわけですから、だいたい5割前後いて当たり前なんですよ。ところが 66% いるというのはいかがなものかと、ちょっと多くはありませんか。昨日はね、約勝敗調整をするものが、70% いたわけです。そのうち 4% ほど減りましたけども、まだそれでも 66% のものが勝敗の調整をしていた、そしてその割が出ていたわけですね、2日目の。ですからこれは、力士間同士が動ける、絵図を描ける、その前にその絵図を描けるようにしやすくしているのは審判部の割が出ているわけですから、審判部も親王朝、力士も親王朝というわけでございます。よろしいざますか。こういうふうに、まあ、非常に小さい、成績評価曲線ですけども、それを確認していきながら見ていきましょう。お客様いかがですか。今場所ですね、もしあの成績評価曲線をですね不必要だという方がいらっしゃいましたら、レギュラーコメンテーターの皆様の中で、そういう方がいらっしゃったら、どうぞおコメントにてどうぞ。また、何ですか、成績評価曲線をですね、まだまだ今場所も確認したいという方がいらっしゃった場合もおコメントにてどうぞ、ヘビリンですねしつこく追求していきます。はい、そういうわけでございましてですね、今日はこんなところにしておきましょうか。まだ2日目ですからね、これといってお話をしようというところもありませんし、まあ、三役の方もね、随分ガタガタしてるみたいですね。大関も今日負けちゃったということでですね、まあ、誰が優勝するかって、まだちょっと出せないでございますけど、でもあの相撲賭博の方から聞くと、甥っ子ちゃんがね、あのお金を出して買うんじゃないのと、優勝をね、まあ、ここももうモンゴルに乗っ取られてしまったバカ相撲協会というわけでございます。まあ、ここで外れちゃったらね、またヘビリまた非難合々ですけども、今のところ、
相撲賭博の暴力団の皆様がですね、おいこちゃんが勝つよというふうに私の耳に入ってきていますので、まあ多分おいこちゃんが今年中に大関になり、年が明ければそのまま横綱になって、またモンゴル相撲利権、そしてその間にテルピーは引退ということでですね、話がつながっていくんじゃないの、モンゴル相撲利権は続くよどこまでも、というふうなお話になっているのが相撲賭博の暴力団の方、裏社会の皆様たちのですね、台本シナリオになっております。もちろんそこには相撲協会ちゃんのね、理事たちもつながってるんじゃないの、というわけでございます。さあそれではですね、ご挨拶はしておかなくてもよろしいですか。今日はですね、ちょっとお時間の都合の関係上、ちょっとですね、レギュラーコメンテーターの皆様ね、ちょっとご挨拶、個人的なご挨拶はちょっと割愛をさせていただきます。どうぞお許しください。それではですね、エンディングに入りましょうか。花田勝氏がエンディングですけどね、なんだか私の娘がなんだか芸能界にデビューするとかしないとか、いかがなものかと、私よく話聞いてないザーマスはよ、というわけでございまして、大丈夫ってなってるわけザーマスけど、まあそんな話は別によしとして、まあどうですかこれ見ていただいて、割合と、まあ明日以降ですね、少しずつこの勝敗の成績評価のね、曲線が母数が大きく広がっていきます、大きくなっていきますんでね、具体的な数字をどんどん出していきましょう。そしてその中でお客様が感じること、まあもちろんヘビリンも感じることというのはですね、お話をさせていただく中で、まあここはおかしいよ、ここはおかしくないね、ここはいいんじゃないの、ここはやっぱりおかしいんじゃないの、というのをですね、レギュラーコメンテーターの皆様と、お話をね、重ねていきながら、また時にはですね、正しい口論をしていきながらですね、まあ、別に激論戦うことじゃないです、所詮こんなもの見せ物ですから、というわけでございましてですね、まあ、今場所も始まりました。いよいよ2日目ですね、明日3日目、まあ、2日目は終われば3日目ですけども、まあ、どんなアクシデントがあるのと、まあ、ヘビリーの場合アクシデントを見つけに国技館に行っている。そしてまた途中でもしかしたらまた凱旋をするかもしれないザーマスはよ、よろしいザーマスかしら、というわけでございまして、まあ、5000円を送っていただける方は5000円をいただけたら幸甚です。もうこの野郎ヘビリーの野郎お前みたいな大っ嫌いだなんて、そういう方も大いに結構ザーマスはよ、というわけでございまして、それではまた明日私が殺されなければお会いいたしましょうね。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。